ルベイシュ、ルベイシュはソ連で開発された沿岸自走ミサイルシステムを使用した。ミサイルのシステム名称は 4K51 で、システム名称ルベイシュは境界、国境あるいは作戦隊という意味。運用するウクライナ軍では、ウクライナ語でルビージュは SSC-3、スティクスというナト o コードネームで識別した。これは英語でスチュクスのこと。 1960年代末まで、ソ連海軍の沿岸ミサイル砲兵隊は P-35 ミサイルを使用する、作戦戦術沿岸自走ミサイルシステム、レルトを運用していた。このシステムの発射機には1発のミサイルしか搭載できなかったが、長射程の重量級ミサイルを使用することができた。そこで、海軍はより射程の短い、戦術沿岸ミサイルシステムを必要としていた。 新しい沿岸ミサイルシステム、ルベイショの設計は、1970年に、機械製作設計局、ラーデガで開始された。新しいミサイルシステムには、戦術対艦ミサイル P-15M、テルミートを使用することとなった。レデュートのような非常に大型の発射機を避けるため、低距離ガイド付きの比較的コンパクトな、発射コンテナキロトン -161 が、開発された。 2機の発射コンテナが誘導装置一式トレーダー、ガルプーンと共に大型車両マスマイナス543の上に設置された。ルベーシュは改良型のミサイル、テルミート R と共に1978年10月22日付でソ連海軍に正式採用された。車両は白ロシア共和国のせい、ミサイルの製造はロシア共和国、沿海地方。 アルセーニ2 f の工場で行われ、システムの組み立ては、カザフ共和国のウラーディスクのボロシーロフ近年工場で行われた。1980年代前半には近代化が実施され、自走発射装置 3P51M が、マスマイナス 543M に搭載されるようになった。システムは次のような要素で構成されていた。このほか、オプションで、 S-300P に使用される汎用島 40V6 に装備する長射程展望レーダーも適用可能であった。P-15M-21-22 テルミートミサイルは P-15U の射程を延長した改良型であった。P-15U は発射後に展開される折りたたみ式の翼を持っていたが、P-15M ではやや翼長が延長され、 元の 1690mm から 2500mm となった。また、玉対ビブには Y 字型の相対用骨翼を有した。これは固定式で折りたたまずに発射コンテナに収容することができた。巡航エンジンは2機の液体燃料、ロケットエンジンであった。加えて、発射加速装置が玉対ビブ下部に装備されていた。ミサイルは巡航時には 完成後方装置によって誘導された。目標捜索装置には、アクリブレーダー誘導の装置、スネギーリエムの2つのバリエーションがあった。シーカーは、終末誘導時に作動し、これによりミサイルは最後まで自動誘導される仕組みになっていた。ミサイルは、発射重量 2523kg、通常 513kg の弾頭を持ち、威力は 15kg であった。 飛行高度は25メートル、50メートル、250メートルのいずれかに事前に設定する必要があった。ミサイル発射装置は 8X8O 型オフロードトラックマスマイナス543の地改良型のマスマイナス 543M に搭載された。車上にはガルブーンレーダーを備えた完成室が設置された。また、電源として ガスター便発電機が搭載され、ここから供給される電力によって、総発ミサイル発射コンテナキロトン -161 は旋回することができた。通常、コンテナには、レーダー誘導型と赤外線誘導型のミサイルが、各1発ずつ収納されていた。車両は、完全に独立しており、単独で、水上標的に対する攻撃任務を遂行できた。 装置には射撃管制速挙装置や敵味方識別装置、内部及び外部閉鎖無線通信装置が含まれた。ガルプーンはミサイル艇に搭載されたレーダーの派生型で目標捜索に使用された。レーダーアンテナは水圧式昇降機によって作動位置となる7.3メートルの高さまで持ち上げられた。移動時には降下し、キャビンの一部に収容された。発射装置は 5分で移動体制から戦闘体制に移行することができた。キロトン -161 コンテナは移動時には振動を抑えるために車体の後部に収納された。戦闘時には後ろ方向に110度までの範囲で自由に旋回し発射方向を定めることができた。発射時には20度だけ上向きに設定された。 ミサイルの発射は、ブースターのための水を有した発射冷距離ガイドによって、助けられた。装置のキャビンは、電子装備とレーダー装備、戦闘コンピューターのための空間に当てられていた。ガスター便発電機はまた、これらの電子装備を稼働させるための電力も、供給した。準備と装填は、技術基地において行い、その後発射装置が、防御沿岸地帯の作戦隊へ前進することと、 なっていた。装置は位置に着くと、レーダーアンテナのマストを伸ばし、コンテナを発射位置に旋回した。策的レーダーを併用し射撃計算を行い、目標の座標をミサイルへ転送、ミサイルを発射した。ミサイルは、ブースターの助けを借りて発射された。発射後には巡航用エンジンが作動し、折りたたまれていた主翼が展開された。その後、ミサイルは、 ブースターの助けを借りて、所定の速度と高度にした。打ち上げの責務を果たすとブースターは切り離され、巡航用エンジンのみとなったミサイルは、巡航高度まで高度を落とした。指定の高度や速度、飛翔方向は、完成誘導装置によって維持された。ミサイルが目標付近に達すると、シーカーが作動した。シーカーは目標を捉え、ミサイルをそこへ向けた。 目標への接近を前にし、ミサイルは急上昇、軌道に入り、上空より目標へ突入、撃破した。弾頭は目標への突入後に進化によって作動するように設定された。システム、ルベイシュの部隊編成は、発射装置4機という早々転車両4両によって編成されていた。従って、一つの部隊につき16発のミサイルを、 保有することになっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。